はい、それでは今日の物理の問題読んでみましょう。滑らかな床上の点 O、 ここですね、点 O から物質量スモール m キログラムの小球を V0 メートル毎秒の大きさで床となす角シータの方向に投射した。ここですね、こういうふうにして投射しました。で、こういうふうにして何回も床と衝突を繰り返し跳ね返った。床との反発係数は E とします。 E は0から1の間で、空気抵抗を無視するということです。で、こういうですね、で、この最高点の高さが最初は H0、 ここの水平移動距離が L0 です。で、1番ですが、 N 回衝突した後、まあ、どんどん衝突して跳ね返るわけですが、 N 回衝突した後の最高点の床からの高さ、床からの高さ1Nm を E と H0 を用いて表せる。2番、N 回衝突した後の N プラス1回目、まあ、次ですね、次、こことの水平移動距離ですね、はい、水平移動距離 LNm を E と L0 を用いて表せる。3番、十分な時間が経過した後の小球の温度はどうなるか、もうなんかずーっとさ最後にはどうなるかということですね。4番、N 回衝突した後の小球が失った力学的エネルギーを求めよう。この時シータがないわけですね。M、E、G、N、H のうち必要なものを用いて表せ。5番、十分な時間が経過した後の小球が失った力学的エネルギーを求めようという5問です。小問5問です。まず最初に自分の力で、解いてみたらいいですね。その後一緒に解いてみましょう。まず1番ですが、L 回衝突した後の最高点の床からの高さ 1Nm を E と H0 を用いて表せとありますけれども、こうです。まずその H0 はどういうふうにして表せるかということですね。これはこの高さは V0 の延直方向成分は V0 さんにシータという、そういうことでいきます。で、最高点では、まあ、延直方向は、まあ、0になるわけですね。ですから0次乗マイナスの V0 サインシータ、これの次乗が下がマイナス G、 上向き正としましたから2倍のマイナス G の高さが H0 ですね。ですから H0 は、 H0 はマイナスとマイナスが消えて 2G 分の V0 次乗サイン次乗シータになります。こうなりますね。で、じゃあ今度ここ H1、 これ1番目最初に衝突した1番目ですね。それに1番目 の、 この最高点の高さ H1 を求めてみると、この時はこれはここでは V0 サインシータでいきますね。ですからここで、ここですね、ここの V、 こういうふうにしてまあ落下するわけですけれども、こういう方向の方向ですね。ですからこういう方向がこれでも V0 サインシータの逆方向ですから、ここですね、ここですね、ここでのこの延直方向の成分はマイナス V0 サインシータです。マイナス V0 のサインシータというです。で、ここは跳ね上がる、このここは滑らかですから、この方向はその V0 コサインシータという速度を一定に保つわけですね。しかしそのこの延直方向は跳ね上げられますから、いい反発係数いいですから、今度はこれよりも小さい値で跳ね返るわけですね。これですから正ですから E 倍の V0 サインシータとなります。小さくなるわけですね、1より小さいですから。ですからこれでもってここに上がるわけ、ここが H1 とします。ここの距離を H1 とします。ここの高さですね。ですから同じようにして0次乗を引く、この延直方向がこれですね。ですから E 倍の V0 サインシータの2乗が2倍のマイナス G のここは H1 となるわけですね。ですから H1 はマイナスが取れて 2G 分の E 次乗、 E 次乗 V0 次乗サイン次乗シータ。で、ここを見ると2G 分の V0 乗サイン乗シータが H0 ですから E 次乗の H0 となるんですね。これが
最初の0番目、これ1番目、じゃあ2番目はどうなるかというと、今度はここが EV0 でなりますね。ですから今度はここが、ここがこういうふうにして、これが EV0 マイナス EV0 サインシータですね。で今度はこれでもってまたさらに E 倍になりますから E 事乗になるんですね。跳ね上がる時の延長方向の速度は E 事乗の V0 サインシータと。ですから今度は H2 の場合は、0事乗引く今度は E 事乗ですね。ここ E 事乗の V0 サインシータの事乗を引くと2倍のマイナス G の H2 になる。ですから H2 はですからは同じようにして H2 は 2G 分のマイナスが取れてこれが E4 乗になりますね。で V0 乗3乗シータこれが 2G 分の V0 乗3乗シータが10ですから E4 乗の H0 になります。で1の時が E の22の時が E の4乗ですから2倍ずつになりますね。ですから結局 N 倍1番目の時がこうなります。2番目とかこうですから N 倍 N 回目の時は N 回目の時はどうなるかというと HN は、まあ、これが HN ですね。 HN が1の時が22の時が4ですから2倍ずつなんですね。ですから E の 2N H0 とこういうふうになるわけですね。ですから N 回目の衝突のこの下時の最高点の高さは床からの高さは E に 2N の H0見えたことになるんですね。これを解釈すると E が1より小さいですから N が大きくなるともうこれ0に近づくようになりますね。 N が0無限大になるとこれは0に近づきますからどん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 こうしてだんだん高さが低くなるんですね。しまいにはまあ0になってこの水平方向の V0 コサインシータという速度でもってずっとこう突っ込んでするというまあ既にもう3番の答えになってきてしまうわけですが、まあ、こういうふうに高さはこういうふうになります。2番の問題ですけれどもこの LN メートルを E と L0 を持ちたらせとなっていますけれどもこの L0 はどうなるかというと L0 はこの V0 コサインシータの T0 ここからここへ行く時間を T0 とするとこの T0 をかけたものですね。なぜならば等速運動しますから V0 コサインシータというこの床は摩擦がありませんからこの速度を保っていくわけですね。ですから水平移動距離は等速直線分を行うというわけですね。でここの T0 というのはここからここへ行く時間ですからこの V0 こう投げ上げてここを戻る時間ですね。ですからここではマイナスの V0 のサインシータという速さで投げ上げた時は V0 サインシータですね。 V0 サインシータ引く GT0 だとですから、GT0 こちらまで来てですから T0 はこちらは 2V0 サインシータですから 2V0 サインシータを G で割ったものが T0 になるんですね。じゃあここはどうかというとここでは今さっきやったように、このE 倍の E 倍の V0 コサインシータになりますね。ですからまあここの、まあ、ここを L1 とするとここを L1 とするとここからここまでの距離を L1 とすると L1 というのは V0 コサインシータは変わらないわけですね。 V0 のコサインシータのここからここへ行く時間を T1 とします。で T1 だと T1 を求めるのはどうするかというとこれが V0 こちらでの今さっきやった V0マイナス V0 サインシータで今度は投げ上げるときは E 倍の V0 サインシータでこうなりますね。ですからここで同じようにしてマイナスの EV0 サインシータというここでは EV0 ここですね。こういう延直方向はマイナス EV0 サインシータの速度になります。ここが EV0 サインシータですからでここは EV0 サインシータここですね。EV0 サインシータのマイナス GT1、T1 とします。ですからこちらを持ってきてこれをこうなると T1 は何かというと G で割って 2EV0 これこちらいきますから 2EV0 サインシータになるわけですね。
これは G 分の 2V03θ、 G 分の 2V03θ が T0 ですから E 倍の T0 だというんですよね。でここに T1 が ET0 と出ましたから、ここへ持っていけばいいわけですね。ですから L1 は V0 コサインシータの T1 が ET0 ですね、 ET0 になりますから、これは V0、 E 倍のこの V0 コサインシータ T0 ですね、 V0 コサインシータ T0 が L0 ですから EL0 になります。同様にしてじゃあ L2 はどうなるかというと、 V0 をコサインシータという速さが保たれるいますね。で、ここが、その、まあ、E の、まあ、T2 とします、 T2 とします。 T2 はどうやって求めるかというと、これがここですね、こういう EV0、 ここがマイナス EV0 サインシータ で、 ですからここが E 字になりますね、ですから T2 を求めるのにはここがマイナスの E 字を、ここが E 字をマイナス E 字を、ここが E 字を V0 サインシータですから、ここがマイナス E 乗 V0 サインシータですね。ですから E 乗 V0 サインシータのマイナスの G の T2 となります。ここですね。ここが L2 を求めたいわけですから、ですから T2 は何かというと、これもちろんこっち来てこちらこうなりますが、G 分の 2E 乗 V0 サインシータですね。G 分の 2V0 サインシータが T0 ですから E 字上の T0 になるわけですね。ですからここを持ってくる。ですから L2 は V0 コサインシータの T2、 E 字を T0 で、 V0 コサインシータ T0 が L0 ですから E 字上の L0 になるわけですね。どうやってこれでじゃあ LN は何かというと類推できますね。1が1の時がこれ EL0、 2の時が E のですから、ここが12ですから E の N 乗の L0 になるわけですね。これが E の N 乗の L0 だと。結局 LN は E の N 乗の L0 だということで、単位はメートルですね。これは何どういうことを意味しているかというと、 E が1より小さいですから、これも N が無限大になると、つまりずっとこう何回もやっていくと0に近づくと、この幅がどん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 狭くなっていくわけですね。これ高さもどん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 低くなっていきますけれども、この幅も速さは同じなんですけれども、その衝突を繰り返してこの時間が少ないですね。このここ行く時間が少ないから、速さがいくら V0 コサインシータが同じでもこの時間が小さくなりますから、どん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 短くなっていくわけですね。こうして、まあ、この幅もどん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 ゼロに近づいていくということを意味していますね。3番の問題ですが、十分な時間が経過したと小球の温度はどうなるかという問題でした。でここで今さっきやった1番と2番ですね、その高さというものはどん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 低くなっていく、低くなっていくわけですね。まあ、答えはこういうふうにして E と H0 が用いたらこうなったと。で、L、この幅水平移動距離は LN はこう一般項としてはこういう式になりました。ですから N が無限大になると、十分な時間が経過するということは何回も N が無限大になるということですね。ですからこれが0に近づくということで、高さもどん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 ゼロになると、この幅もどん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 狭くなってゼロになっていくというわけですね。しかしこの V0 コサインシータという速度は、水平方向の速度は同じです。なぜならば摩擦がないですから。ですから V0 コサインシータという速度、速さを保って等速直線度をずっと続けていくというわけになるんですね。こうなってしまいには V0 コサインシータで等速直線、等速度温度、あるいは等速直線温度を続けていくと。いうことになります。次は4番です。 N 回衝突後の小球が失った力学的エネルギーをこの M から H0 のうち必要なものを用いて表せということですね。で、最初の初っ端のエネルギーは何かというと2分の1の V0 乗でした。この
エネルギーでもって、こうだんだん上がっていってこういくわけですね。このエネルギーがまあ最初の大元です。でここでは何かというと、ここではエネルギー損失はないですね、特別な空気抵抗も無視されると。ですからここでの温度、理学的エネルギーは何かというと、この位置エネルギーと、まあ、エネルギー保存速で言うと m イコールですね、 mgh0 と、ここではさらにまたこういう速度を持っていますね。この v0 コサインシータという速度を持っていますから、2分の1の m の v0 コサインシータの2乗だという、ここはこう成り立ちますね。でここでは何かというと、ここではもうここで反発、炎色方向ではそのこの反発係数がいいですから、ここで力学的エネルギーを損失しているわけですね。まあ熱となって逃げていればいくわけです。V0 サインシータと持って、今度こちらは EV0 サインシータですから、その結果がこういうのがたくさんなっていくわけですね。ここではですから、ここでは MGH1、 ここでの力学的エネルギー考えると MGH1 という位置エネルギーと、この速度は保っていますから、これは同じですね。2分の 1m の V0 コサインシータ、ここでの力学的エネルギーがこうなります。ですからここで失ったエネルギーが、まあ、結果がこういう高さになったわけですね。これとこれ同じです。これは大元ですよ。これはね、大元ですから。でここでエネルギーを失ったのはここなんですね。結局これとこれ同じですから、失ったエネルギーは何かというと、ここですね。ですから MGH0-MGH1 なんだというわけですね。ですからまあこの MG の H0-H1 だということになります。じゃあ次は何かというと H2 ですね。ここですから失ったエネルギーは何かというと、ここで考えると MGH0 から MGH2 になるわけですね。ですからですからこういういくと、この最初は MG ですから MGH0 と引くの MG の N 回目いたら、まあこの辺ですから、ここでこの高さだけで考えればいいわけですね。ですから MG の H0 引くの HN だということが言えますね。これ H2 の場合がここでなくて、どれだけ失ったかいうわけですから、ここから比較しないといけない。ですから N 回衝突した後の初期を失ったエネルギーは MG の、先ほどやりました H0 引くの HN が E の 2N の 2N 乗の H0 でしたね。ですから MG の H0 の1引く E の 2N 乗だというわけですね。まあ、失ったエネルギーデルタ E がまあこうなるわけですが、まあ、例えばここで HN だとすると、この失ったエネルギーは結局そのここの水平運動エネルギーの水平成分は2分の1 mv、 これは一定ですから、これだけのここの高さ分だけが失ったエネルギーになるわけですね。ですから MGH0 引くの E の 2N は H0 だということになりますね。ですからこの答えはこういうふうになります。ですから N が、例えば N が無限大になるとどうなるかというと、これは0になりますから、結局まあ5番、次の問題のことになるわけですけれども、 MGH0 になるわけですね。これ失ったエネルギーは MGH0 となるわけです。次の5番ですが、さっきも言いましたが、十分な時間が経過した後、小球が失った力学的エネルギーはいくらかという問題ですね。で最終的にはまあ0で V0 コサインシータという速度でもって運動を続けていくわけですから、最初の運動エネルギー、理学的エネルギーは2分の1の V0 乗でしたね。でこれはこの結果がここの MGH0 という高さと、もう一つはここでの運動エネルギーですね、2分の1 m の V0 コサインシータの2乗だという。で、最終的にはここはもうゼロで、高さもゼロ、しかもこの水平方向だけなりますね。ですからやがてはここがゼロになっていって、これはまあそのまま溜まっていくわけですね。V0
V0 の コサインシータの2乗だという。これ十分な時間が経つとこれがもう高さがゼロになっていった。ですから結局これとこれを比較すると失ったエネルギーは何かというとこっちこれですね結局。ですから失ったエネルギーはこれは同じですから失ったエネルギーが結局答えは MGH0 だということになるわけですね。失った理学的エネルギーがどこ行ったかというと結局はそのここの高さがどん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 減少していくということはここでの熱エネルギーに変わっていくわけですね。衝突するたびに今度跳ね上がるものが E 倍つまり1より小さいですからどん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 小さくなっていくというそこは熱エネルギーに変わっていくわけですね。衝突するたびに熱エネルギーに変わっていくと。でその結果その伸びがバウンドする威力が少なくなっていくわけですね。速さが少なくなっていってやがてゼロになっていくというわけですね。ですからここの高さ分だけが位置エネルギー分だけが結局がまあゼロのままいくわけですから失われたエネルギーはこうだというわけですね。こういうことになります。